ました。はい。はい。これは。はい。これはですね。つい最近7月いっぱい志村コンという志村さんの舞台に出させてもらった時の写真です。なるほど。はい、活躍ですもんね。さあ続いては。あれこれは何の？これをやってた時なんですけど、ショールームの受付を、はい。そしてこれはですね、ナレーションもしてるんですけれども、はい、その写真ですね。今もその活動が続いてらっしゃる。はい。さあ続いては新井さんです。これは幼稚園の先生してました。幼稚園の先生。子供と一緒に風が木戸と。なるほど。これはあの私の子供2人。もうお母さんなんですね、はい、新井さんも。かわいらしいですね。さあ続いては大滝さん。あ、これはゆかの結婚式の時ですね。皆さん華やかですね。はい、かわいかったです。これは仕事中です。はい、スタイリストをやっておりまして、いつもこれくらいのカバーを 2,3 個持って働いてます。いやそんな細い体で重い荷物を。はい、さあそして続いては森さん。これは何のシーンですか？かわいい。かわいいよ。モデル？モデルの時のじゃないかな。これはもうね、ご結婚されたということですね。ご結婚ですね。なんかその顔はちょっと見えませんでしたね。びっくりした。どこですかね、これ。なるほど。よろしいですか？よろしいですか、皆さん。いいですか？ちょっと待っててね。出産予定で、はい、あのお腹に赤ちゃんがいるので今日は動き回れないけど、はい、気持ちはみんなと一緒です。盛り上がろう。楽しみですね。ありがとうございます。10月の予定と、はい、男の子とか女の子とか分かるんですか？男の子、イケメンです。イケメンがもう今この中に、はい、やっぱりね、海田さん、はい、子供は可愛いですよね。可愛いです。最高です ねちょっと連れてきてもいいですか？いいですかね。ちょっとじゃあ、ちょっとじゃお子さんを、はい、はい、海田さんのじゃあママぶりをちょっと皆さん見ましょうか。はい、あ、かわいい。真ん中行きましょう。真ん中に。お名前は何ちゃんですか？アンナです。アンナちゃんです。アンナちゃん、お母さんがこうやって活動していたということはお子さんにはどうやって伝えていきたいですか？これを録画して、あ、今日のこれをね、はい、で大きくなった時に見せる、うん、なるほど。どんな風に将来はなっていってほしいですか？
チェキっ子みたいに。チェキっ子みたいに元気に明るく可愛くと、はい、我が道を行くみたいな。なるほど、はい、はい、ということで分かってる、はい、はい、さあじゃあ一旦ね、そうですね、戻っていただきましてね、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとう。さあ、森さんもねいらっしゃったところで、はい、ここでもう一つ新しいコーナーに行きたいと思います。10年経ったから今だから行っちゃいます。まず最初は森さんからですね、はい、森さんの今だから言えることはこちらです、はい、野麦峠でてんてんてん。なになに。いやもう野麦峠は、あの本当に結構辛いことが多くて、はい、実はトイレで、あのこっそりよく泣いてました。なるほど。鶴瓶師匠にパンツを作ってあげるという、はい、まあ、企画で、その作るのもあの糸から作るということで、カイコから3000匹飼ってました。携帯とかも取り上げられて、もう山奥に、ね、はい、逃げてやろうかと何回も3人で話したんですけど、ね、一番近い民家が30分以上かかるから歩いても30分。そうなんですよ。完全に隔離されちゃったんですね。なるほど。やっぱり皆さんいろんなことやってらっしゃったんで、中には私も泣いちゃったなっていう思い出のある方いらっしゃいますか。マッチーとマリナ泣いてたよね。あのなすびさんの真似して、あのイデラッキョさんの真似して、私はそうそう、裸の裸の全身タイツを着たんだよ。要は映ると裸みたいに映っちゃうわけですね。そう、それで、お嫁に行けないって言って泣いてました。なるほど。だからか。なるほどね。まあフジテレビなんでね、申し訳ございませんね、本当ね。だからか。なるほどね。さあ続いてはゼロナインティーン小林さんの今だから言えることはこちらです。オーディション。 MM のオーディションというのはチェキっ子全員で受けたっていうのを某番組で話したんですが、私とマミで、はい、でもそれは全員ではなく、本当はもう最初から何人かピックアップされて、その中から受けたオーディションで決まった MM だったんです。じゃちょっと大げさに言うのは言っちゃ、知らなかった。知らないんですか。知らない。受けたかった。知らなかった。受け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 てない。受けてない。オーディションあったことすら知らないんだ。そうなんですか。受けたかった。あったこと知らなかった。知らないよ。違う、番組でなんか MM は誰だみたいな、あったあった。そうそうそう、私だと思ってて。ねえ、まあでもそうね、でも悪くないですよね。それは、なるほど。若干リアルに皆さん表情暗くなったりとかね、チキックの皆さんらしいですけれどもね、もう一つは001田中さんからの激白、はい、こちら、はい、野崎めぐみ丸々と結婚。おっと、これはいいともご覧になった方いらっしゃいますか。お、じゃあちょっとご存知かもしれませんが、ファンの方と野崎めぐみさんがなんと先日結婚いたしました。でも最初は違う子のファンだったらしいんですよ、そのチキオさんが。ちょっと横取り。そうなんですか。マリナ。あれ、そうなの。あれ野田めぐの誰か。まあ、怖い。気持ちとこの、 あの女性を愛する気持ちはまたね別な部分もあるかもしれませんからね。ちなみに野崎さん、こう出会いは何だったんですか。出会いはあのチェキっ子の、私初めての握手会。初めての握手会。緊張して。なるほど。なんかでもその時グッとなんかビビッとくるものがあったんですか。もうすぐ分かりましたよね、あって。あ、そうですか。あの人だって、すごい思いました、はい。ちなみに何て呼び合ってるんですか。いや言っちゃいたい。野、ね、さん言っちゃいなよ。教えて。じゃあちょっとだけ教えてあげようかね、聞きたい。旦那さんのことなんて呼んでるんですか。ジョン君って。ジョン君。ジョン君。犬じゃないですよ、ジョン君ね。なるほどね。いやなんかびっくりするような話もあるんですね、なるほどね。ということで、皆さんから10年経った今だから言えることをね、お伺いしました。さあ皆さんお立ちいただきましょう。森さん、じゃあちょっと最後に行きましょうかね。ありがとうございます。